エコパスタジアムのこの日の入場者は44,491人、史上3番目の多さでスタジアムは熱気に包まれました。前半6分、ジュビロはフリーキックのチャンスを得ます。蹴るのは静岡ダービー初登場の中村。イメージはピンポイントで、なるべくキーパーに近いところを狙って、中村の正確なキックに森下。森下はプロ13年目で J1 初得点。ジュビロが先制します。反撃したいエスパルス、チョンテセ、そして白崎がゴールに攻め込みますが、カミンスキーが好セーブ、ゴールを割れません。これに対してジュビロは再びフリーキックのチャンス。中村が今度もゴール前へのキック、最後はムサエフが J1 初ゴール。中村のフリーキックから2得点、前半はジュビロがリードします。後半、流れを変えたいエスパルスと、さらに追加点を挙げたいジュビロ。先に勢いに乗ったのはジュビロでした。中村にボールが渡ると、流れるようなパスで川端から川辺。中村に渡った瞬間、いけると思ったと川辺が走り込みました。3点差とリードを広げます。オーエスパルスはここから持ち前の攻撃力を発揮します。白崎のシュートは惜しくもポストに阻まれます。そして試合終了間際、チョンテセがオーバーヘッドキックの大技のシュート。エスパルス意地を見せますが、反撃もここまで。チャンスを確実に決めたジュビロが4年ぶりの静岡ダービーを制しました。サポーターが押し寄せてくれて、非常にいい雰囲気の中でやれたので、よかったなと。見てる人が喜ぶようなゲーム作りをしてくれたんじゃないかなと。ダービーですし、 J リーグの中の1試合っていう風には捉えてないんで、たくさんのお客さんの前で勝てたことは良、はい、かったと思います。お前から行こうっていうのを決めてたんで、そういう気持ちがセットプレーにいい方に出たと思います。